どうも皆さんこんにちは、こんばんは。マイメラ GB417 ことはーちゃんです。今回はミーチとセリアでの大量購入品紹介をしていきたいと思います。はい、では早速紹介していきます。ではまずミーチでの購入品から紹介していきます。はい、ミーチではまずこちらですね。こちらのコルクボード買ってきました。これは作品を飾るために買いました。で、このコルクボードを壁に飾るわけではなくて、こちらのイーゼルと一緒に使いたくて買いました。で、次にこちらの植木鉢と下のセットを買ってきました。これはキャンディーポットの土台にしたいなって思ったので買ってきました。こちらはキャンディーポットを2つ作りたかったので2つ買ってきました。で、次にこちらです。こちらの写真立てを3つ買ってきました。これセリアにも売ってるみたいなのでミーチじゃなくてもよかったんですけど、今回ミーチとセリアで最初にミーチに行ったのでこちら3つ買ってきました。で、次にこんな感じのデザインペーパー 20p ということで、ペーパーナプキンを2種類買ってきました。色違いのものを買ってきました。こちらとこちらですね。はい、こちらのものとこのデザインと同じのこんな感じのマステが売ってたので買ってきました。すっごいこれ可愛いので買ってきたんですけど、ペーパーナプキンとお揃いの柄なので一緒に使ったら可愛いなって思います。で、ペーパーナプキンは売ってなかったんですけど、さっきと同じこちらの柄のブラックとホワイトも売ってたので買ってきました。こちらがこっちがカラフルカフェで、こっちがモノクロカフェという柄ですね。はい、こちらのペーパーナプキンは売ってなかったです。はい、で、次にこんな感じのリボンを買ってきました。これはラッピングリボン、ピンクと青ですね。こちらもいろいろスイーツデコと作品と一緒に使いたいと思って買いました。で、次にこんな感じのリボンを買ってきました。紫と青とピンクを買いました。これも作品と一緒に使いたいと思って買いました。はい、で、次にこんな感じの手縫いとこちらの強力ポリエステルミシン糸を買ってきました。これ一緒に使ってこうリボンとかでちょっといろいろと作りたいものがあったので買ってきました。で、次にセリアでの購入品になります。セリアではまずこちらのキャンディーポットのとこんな感じでくっつけるものなんですけど、こちらキャンディーポットを買ってきました。こちらは2つ買ってきました。キャンディーポットを2つ作りたかったので2つ買ってきたんですけど、ちょっとこれ大きいのでこっち映ってないんですけど、左側に置いときますね。ここに置いときます。はい、で、次にこちらですね。こちらのダイカットレターセットを買ってきました。これいちごとこの種類以外全部持ってて、マカロンだけ持ってなかったので買ってきました。ちょっと前はちょっとお金に余裕がなかった時だったんですけど、今回買うの忘れてたなって思って買いました。次にこちらコラージュカードを買ってきました。これすごい可愛いデザインだったので、ホークの柄とかも持ってたんですけど、こちらのデザインも今回見つけたので買ってきました。で、次に新商品のこちらの折り紙を買ってきました。これすごいデザインが可愛いんですよ。やばくて、ちょっと待ってくださいね。こんな感じのデザインでカフェの柄なんですけど、こういう柄とリボン柄とトーストとか目玉焼きとかジャムとかの柄とジェリービーンズの柄で、すっごい可愛かったので2つ買っちゃいました。48枚入りで、もう可愛すぎて2個買いました。はい、なんか可愛いのってやっぱ2つ買いたくなりますね。はい、特になんか折り紙とかいろいろと使えるので2つ買いました。ちょっとここに置いときますね。はい、次にこちらの和紙はがきを買ってきました。これ30枚入りです。
これはラッピングで使いたいと思って買いました。次にこんな感じの袋を買いました。こちらの 35S と 50S を2つ買ってきました。これもラッピングで、スイーツデコのラッピングで使いたいと思って買いました。次にこちらも多分新商品だと思うんですけど、フレークステッカーゴールド&シルバーエンボスという柄で、こんな感じですごいこちらも可愛かったので買いました。で、次にこんな感じの季節の花パンジーというマステを買いました。パンジーとタンポポがあって2種類あって、タンポポもすごい可愛かったんですけど、ちょっと買いすぎだなって思ったのでパンジーだけ買ってきました。買いすぎだなって言っても多分今度タンポポ買っちゃうと思うんですけど、こちらのパンジー買いました。で、次にこちらは、世界の言葉柄、こんにちはを買ってきました。いろいろな国のこんにちはの英語が書いてて、ハローとか、ボンジュールとかなんか、まあいろいろ、あ、ここに書いてありましたね。イタリア語はチャオ、フランス語ボンジュール、ドイツグーテンターク、英語ハロー、ハワイアロハってことで、こちらの世界の言葉のこんにちはのマステですね。はい、こちらいろいろな国のこんにちはのものなんですけど、すごいおしゃれだなって思って買いました。緑と赤あったんですけど緑買いました。で、購入品最後なんですけどこちらです。こちらちぎりやすい柔らかマスキングテープのスイーツ&カフェを買ってきました。これ皆さん買ってらっしゃってて、私なんかたくさん今までマステ買ってきて、これ前から欲しいなとは思ってたんですけど、他のマステがすごい魅力的で買ってたらこれを忘れてしまってて、今回思い出したので買ってきました。はい、というわけで今回のダイソーとミーツでの大量購入、ダイソーじゃない、すいません、セリアとミーツでの購入品紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。たくさんキャンディーポットを出来上がったらまた動画出そうと思っているので、完成したら動画出すのでそちらもぜひご覧ください。では今回は購入品紹介でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。